渡るさんのリバプール、超大型補強を実行しようとしている模様。素晴らしい才能の持ち主だとしても約190億はさすがに高すぎる。もっと安く買えるいい選手は他にもいるよ。底値でトテナムがゲットしたベルナーみたいな選手を探そう？リバプールがムシアラを獲得へ？復帰する元ビンワンスポーツディレクターがターゲットにするも、バイエルンが190億円を設定か。リバプールがキミッチとかムシアラ、セリエ A のあいつとか、ミッドフィルダーゴシップは全部飛ばしだと思ってスルーしてる。今のリバプールでミッドフィルダー補強はない派。リバプールを含め多くのクラブがムシアラを見てるのと同じ感じだと思っている。契約どうすんのかな、もし売りに出されるなら欲しいな、くらいの、とりあえずリストに入れとくというか、そら誰だって取れるなら欲しいよねといった感じ。契約26年までなんだな。リバプールに行ったら面白いね。ムシアラはバイエルンでの成功を一番見たいよ。リバプールムシアラということはシャビアロンソではなさそうやな。シャビアロンソだったらビルツだろうしな。ムシアラはだいぶリバプール顔だよね。ガクポやアーノルド的な。サラーの後継者か？ドイツさんはちょっとな。遠藤の射程としていい選手やないか。バイエルンよりはプレミアの方が魅力的なんだろうな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。